MLB4 番が顔面骨折。エグンの止まらぬ悪夢が最悪です。ほぼ半数が故障者の異常事態。故障者続出のエンゼルスにファンから悲鳴が上がっている。29日、日本時間30日に行われたブルージェイズ戦の5回に顔面へ支給を受けたテイラー・ウォード外野手も負傷者リストいる入りし、戦列を離れた。 これでメジャー40人枠で負傷者は17人と半分に迫る勢い。メジャー最多だという野戦病院状態にファンからは早く回復しますように。ウォートの離脱は痛すぎる。ここが少年場などの声が上がっている。実際の動画148キロ直撃で顔面骨折。エグンウォートへの恐怖の支給。大谷翔平も頭抱える。またも故障者が出てしまった。 主力では、マイク・トラウト外野手をはじめ、アンソニー・レンドン内野手、ブランドン・ド・ルーリー内野手、ローガン・オハッピー・ホシュラが離脱中。加えて、救援後は打率314、5本塁打、OPS と絶好調だった、ウォートも離脱してしまった。29日、同30日の5回一死満塁。相手先発のマノワが投じた。 91.7マイル、約147.6キロのシンカーがすっぽ抜け、ウォートの顔面に直撃した。意識はあったが、出血もあって立ち上がれず、球場は騒然。そのままカートに乗せられて、途中交代となった。顔面支給を受け、負傷者リスト、いるゆりしたいウォートに、ファンは顔面骨折という想定しうる中で、一番重い、診断でしたね。これは最悪です。 骨折はちょっと、いるいる多いななど戦力の離脱に嘆きの声を上げていた。